に構わないで。その方がお互いのためだよ。すぐに寮長たちを超えてやる。絶対に。裾を引きずっちゃいそうかな。この式典服のフードは美しき女王が老婆に変身した時の姿をイメージしているんだって。知ってた？一番の美しさを手に入れるためなら魔法で醜い姿になることも厭わない女王って。まぶいじゃ。闇の鏡は魂の資質で寮を選ぶって話だけど、本当に僕の魂はポムフィオーレに合っていたのかな。この学園は実力ある魔法師の集まるところ。僕はここでもっと強くなりたい。入学式の写真をおばあ様に送ったら探し具見えるって。バッチャは大げさなんだから。この学園気兼ねやつば多い気がする。入学する前のイメージとはちょっと違うな。黒い馬車が僕を迎えに来た時には家族も親戚も村の人もみんなお祝いしてくれたよ。僕の両親は魔法が使えないけど、ヒーバッチャとバッチャは、あ、曾祖母と祖母は魔女なんだ。身の回りに魔法師が少なかったから、ここでの学園生活はかなり新鮮かな。ああ、なんだわや、懐かしいぞ。ウィルさんにされたメイクが全然落ちない。どうかな？取れてる？